皆さんこんにちは、本日も新着3本ご紹介させていただきたいと思います。1本目、4号ケースです。リファレンスが4502-7000 番となっております。手巻きのハイビートの機械を搭載しておりまして、精度を追い求めたモデルになっています。こちらは何よりダイヤルのこの経年変化ですねが特徴的でございまして、まあ、ロレックスとかでいうトロピカルの、経年を遂げた一本となっております。意外と、まあ、国産時計でこういったあのブラウンチェンジですねしているものというのはしていないものと比べてもあまりこう評価に差はないのかなという気もします。なのでこういったものがすごく好物な方、お好きな方にとっては非常に魅力的な一本となっていると思います。ブレスはこちらにつくものではないんですけれども、本来は、まあ、セイコーの純正のものですねがついておりますので、夏場でしたり日常使いしやすい仕様になっております。2本目はチュードルの、プリンスです。自動巻きで、ノンデートのタイプですね。年式としては、1950年代製でございます。36912の、アラビア数字に、くさびインデックスのコンビネーションです。そしてブラックの、ギョーシェの非常にコストがかかった作りをしております。ケースはちょっとこう取ってつけたような、雰囲気のあるラグですねがついておりまして、裏蓋はスクリューバック仕様になっておりますので、まあ、こちらも日常使いで汗程度でしたら問題なくご使用いただけるのかなと思います。機械はバタフライローターの390搭載しておりますので、この初期ならではの初期の自動巻きならではの腕の乗り心地ですね、腕乗りの感触というのを楽しんでいただけると思います。非常にこちらも雰囲気のある一本でございますので、ぜひご検討ください。3本目、パテックフィリップの、ノーチラスでございます。こちらはですねファイヤーキッズでは初の入荷でございまして、リファレンスが3800/1JA となっております。で年式は1994年製で、コンビのステンレスと、イエローゴールドのコンビですね、コンビのタイプでダイヤルはホワイトになっております。ケースのサイズはですね、ミディアムサイズです。37ミリで厚みがケース厚8ミリとなっておりますので、まあ、このあたりのサイズ感、まあ、厚みを抑えた作りというところで、まあ、非常に今気分なサイズ感でガシガシ普段使いでも使っていただけるのかなと思います。ブレスは、プレートのタイプではないものですね。まあ、このリファレンスにこの年式に合うものがしっかりついているという印象です。非常に爽やかに使っていただけるホワイトダイヤルのコンビのタイプですので、こちらもぜひご検討ください。こちらの新着商品なんですけれども、メンテナンスがまだのものもございますので、まあ、気になった方はお気軽にお電話でしたり LINE でしたりで、まあ、購入方法でしたり
お値段でしたり聞いていただければと思います。それではありがとうございました。